ちょっとしかできないけど、15分だったら終わろうかな。いやー皆さん皆さん最近鳥貴族行っとるって言ってない。本当20歳になったばっかり、めっちゃ行ってた、冬頃すごい行ってた。夢見る。髪色明るくなってきたでしょ。やっぱわかるよね。私は毎日見てるからあれだけど、でも写真とか見返すと、あ結構明るくなったなって思います。やっぱでも配信でもわかるもんね。ここ確かにだいぶ明るい。長さもね、もうこんな余裕で結べるくらいに長くなって、外で見るとね、もっと明るいです。自然光に当たると、あのインスタに載っけてたみたいに、いい感じの明るさ。イエーイ。イエイエイ。アバターゲットした、ありがとうございまする。あ、ほんとだ、こんなんなんだ、かわいい。私も欲しいわ。イエーイ。ギャル見ました、似合ってる。ウレピーナッツウレピーナッツ、そうピピッぐらいしかないけど、もう結べます、長さ的に。イエー、どこまで伸ばそうかしら。なんか結局ロングになってそう。一旦伸ばしてみるけど、切る気持ちになる前ま、ならないまで切りたいなってならないまで一旦伸ばしてみるけど、結局冬頃ロングになってそう。どうなるかお楽しみに。冬どんな髪型になってるんだろう。私今年の冬切ってるかな、また。でもロングもロングでいいからねってなりそう。蒸し暑いね。今日もすごい蒸ししてる。いやー嬉しいね。色変えたいなとは今んとこ思ってないけど、また変えたくなったら変えると気分による。本当に今んとこはもう染めなく、なんなら黒に戻したいなと思ってるけど、でも逆にすごいもっと明るいのもしてみた。ミルクティーベージュみたいな、すごいこれのもっと明るいくらい。でもブリーチしたくないんだよね。結局痛むの嫌だなってなっちゃうから。悩みます。まあ気分すごい毎回勢いでイメチェンしてるから、染めたのも切ったのもすごい勢いだったから、気分ですね。全ては気分次第。吉田のイエー。いたもんね、ブリーチしたら。これ以上明るくするにはブリーチしなきゃいけないけど、気分次第。アーニャくらいのピンクはやばいね、目立つね。でもヒカルンがしてたくらいだよね、すっごいピンク。うわー似合わなそう勝手な自己判断、自己診断。ピンクに合わなそう。あれくらいのピンクになると分かんない。アーニャね、いやとってもいいと思う分かんない、今年の冬あんなピンクになってるかもしんないし、私何があるか分かんないです。本当にま
前髪めっちゃいい感じじゃない？今日本当に何も前髪してないけど、起きた時の前髪だけどこれ起きて何もしてない前髪、アイロンとかが当ててないし、でもめっちゃいい感じの前髪。なんか頭が凝ってる気がする、めっちゃすごい頭凝ってる感じがする頭凝ってる。切った、一昨日の夜切った。まとめてるって涼しげだよね、それな、わかる。やっぱ夏は結びたいからね、暑いから。あ、結んでるからか、確かに今日は昨日より一段階きつめに結んだから、それもあるかも。絶対それじゃん、髪まとめてるからかも。あ、ヘッドスパ最近めっちゃ行きたいなと思ってるんですよ。ヘッドスパ行ってみたい、疲れ取れそう。ほんとスマホとかずっと見てるから取れ疲れ、すべての疲れが取れそう。頭残りね、例えばお話し会の受付がまた始まってるので、ぜひお待ちしてます。今月までだよね、今回の受付が6月30日までなので、お待ちしてます。来てね、オフラインのリアル29日と30日待ってます。本当に待ってます楽しみにしてるにょん。もう言っても1ヶ月後だもんね。あっという間に、待ってます。みんなとお話ししたい、みんなとお話ししたいです。楽しみ、何着よっかな。あ、浴衣も着たいしな。待ってますよ。私の話し相手になってほしい待ってます。今年の生誕グッズ今日のお昼までだった受付、みんな申し込みしてくれたかなかな。いいよね、あのデザイン。あのね、まだ出る前にね、このデザインで大丈夫ですかって確認が 2,3 回来るんですけどね、ルンバに見せたらめっちゃ褒めてもらえた。あれいいでしょう。あの、あれ細かいの見えたかな。
エモデザイン。私も今見たいわ。何を書いたかも忘れちゃった。2015年9月10日何だったっけな、全然覚えてないんだけど、これ書きたいって思ったやつを調べて書いたんですよ。全部わかった？すごい。私もう忘れたもう忘れた。早く実物見たい。みんながあれを着てる姿も見たい。あとマグカップとね、タオルもあ、マフラータオルもありましたからね。あの色とか選べるんよ、マフラータオル何色にしますかみたいな。あ、めっちゃ色があってすんごい、だいぶああいうのすごい目立つさ、色とかにした方がいいのかなと思うけど、私が普通に好きなグレーにしました。めっちゃ悩むよね、ああいうの。ああ、ハッピーね、いいね。去年のもめっちゃお気に入り、あれいいよね。もう56分、早っ早っ、あっという間の。なんか顔赤い気がするイエーイ。お、15分経過しました。2日連続配信2日目です。昨日結局さ全然寝れなくって、夜配信したの何時だっけ、9時くらいに終わったっけ。もう朝前に寝ました、朝くらいイエーイ。そうなの。でも今日はもうずっと眠たいから早く寝れそうな気がする。もうすぐ寝れそう。お話し会申し込んできたよ。すごい、早速ありがとう。みんなもお話し会お待ちしてます。29日と30の7月、もう30日、今月の30日までなので、申し込みがぜひお待ちしておりますね。待ってるわよ。スクショタイム。今日は26日か、早いね。今月も終わっちゃうよ。もう ピースしかしないや
ましょうね。終わりましょうか。少しできた。イエイ。ランキングを読んでおります。やばい、59分。13位家族宅ガッセンさん、ありがとうございます。12位トリアウチさん、ありがとうございます。11位タムナツさん、ありがとうございます。10位ポムさん、ありがとうございます。9位ももじさん、ありがとうございます。8位山塚田さん、ありがとうございます。7位くなさん、ありがとうございます。6位ジョムさん、ありがとうございます。5位ジンミさん、ありがとうございます。4位モスさんさん、ありがとうございます。3位関西投資さん、ありがとうございます。2位タートシさん、ありがとうございます。1位ヒガさん、ありがとうございます。ありがとう。おやすみ。バイバーイ。